こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では大人の秋のボトムスはこの3本だけあればいいというテーマで皆さんに動画をお届けしてみたいなというふうに思ってます。ファッションにおいてボトムスってかなり重要と呼ばれているんですね。特におしゃれ中級者から上級者ほどボトムスを重視する方が多いんですが、僕自身はですね、正直そこまでボトムスを重視することは多くないんですね。というのも、相手とお話をするときに僕たちはですね、どうしても顔周りだとか上半身を見てることの方が多いので、そこまでですね、ボトムスって視界に入りづらいなとは思ってるんですね。ただそうは言いつつも、やはりですね、ファッションを楽しんでいく中でボトムスのバリエーションはある程度揃えた方が着こなしの幅も広がりますし、やはりですね、ファッションの楽しさの奥深さみたいなものが感じられるのかなというふうに思っています。そこで今回の動画では、大人の男性にこの秋持っておいていただきたい3本のボトムスをですね、ご紹介させていただければなというふうに思っています。正直ボトムスはですね、何本もあってもそこまで使い分けができないと思ってまして、3本ぐらいあれば十分で、あとはトップスとの組み合わせでかなりたくさんのコーディネートが作れるかなと思うので、ぜひですね、皆さんも今後の買い物の一つの参考にしていただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべく分かりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートに関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしていますので、気になる方はですね、こちらの動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらの方からチェックをしていただければなというふうに思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで早速1本目のボトムスから皆さんに解説をしたいなと思ってるんですが、皆さんの予想通りですね、1本目はこちら、黒のスラックスですね。これはもう全男性が持っておいていいベースとなるようなボトムスかなというふうに思っています。ちょっと前までだったらブラックのスキニーデニムみたいなものが定番的なボトムスの一つだったんですが、最近はですね、ちょっと細すぎるボトムスはちょっとピークアウトしてるかなと思ってるんですね。またブラックのデニムというのはもちろんですね、使い勝手はいいんですけども、体型によって似合う似合わないが分かれるところなので、それよりはですね、細身ではあるけど程よくですね、足を隠せるようなこういったスラックス系のアイテムというのがやっぱり使い勝手がいいんですね。昔からですね、こういったスラックスをカジュアル使いするというのはおしゃれな人はよくやっていたんですが、ここ数年はですね、最初から丈が短かったりだとか、あとはスラックス調に見えながらもかなりこうストレッチが効いていて履きやすいもの、こういったものがですね、圧倒的に増えてるんですね。そういった意味ではスラックスというですね、本来ビジネスの香りがするものをですね、普段使いするという文化が少しずつ根付いてきたのかなというふうに思っています。僕が今履いてるのはですね、ブラックのスラックスの中でもかなりですね、最近気に入っているグローバルワークのアーバンスラックスですね。これがですね、シルエット的には一番使いやすいようなベースになるかなというふうに思っています。その他にもですね、様々な黒スラックスがありまして、僕もですね、本当に黒のスラックスだけでたくさんバリエーションを持ってるんですね。例えばユニクロのスマートアンクルパンツ、これなんかもいいですね。こちらはですね、アーバンスラックスに比べると少しもも周りがゆったりしていて、今っぽいシルエットにはなってるかなと思います。よりスタイルをよく見せたいのであればアーバンスラックス、ちょっと今っぽさを出したいのであればこういったユニクロのですね、スマートアンクルパンツが良いのかなと思ってます。あとはトレンド感をもっと出したいなという方はですね、ユニクロ U だとか、あとはプラス J なんかでですね、ブラック系のスラックス売ってたりします。僕もですね、ユニクロ U のスラックス、レギュラーフィットなんですけどテーパードをかかってるようなものも、こういったですね、アーバンスラックスに比べるとかなりですね、ワイドなシルエットになるんですね。あんまり女性からの評判は良くないですが、トレンド感みたいなものを楽しみたいのであればシルエットを変えるというところですね。同じブラックのスラックスであってもシルエットの太さ次第で全然印象が変わるので、このあたりはですね、好みで選んでいただければなと思うんですが、このブラックのスラックス自体はもう鉄板なので、ぜひ皆さんもですね、1本揃えていただければなというふうに思ってます。ちなみにスラックスというとですね、こういったセンタープレスの入っているものもありますが、それ以外にもですね、イージンパンツと呼ばれるような腰がゴムになっていて、特にセンタープレスは入ってないんだけど、ちょっとスラックス調に見えるみたいなものでも十分かなと思うので、ちょっと綺麗めに見せたい場合はセンタープレスが効いてるもの、もうちょっとカジュアル感があるものがいいなという方は、あえてセンタープレスが効いてないようなイージーパンツを選んでいただければ問題ないかなと思うので、ぜひチェックしていただければなというふうに思っています。
はい、続いて2点目はですね、今僕が履いているこちらはですね、デニムなんですね。ただデニムといってもですね、僕が履いているものはですね、こちらスラックス状になっているデニムスラックスというアイテムですね。まあこういった綺麗めなデニムというのがですね、ここ1、2年だいぶ増えてきてまして、例えばプラス J でもですね、リジットのデニムなんかが出ていて、それもクリーンですごくいい雰囲気だったんですが、大人っぽく見えるような、あえて色落ちしてないようなこういったデニム1本あるとですね、旬な雰囲気も漂いやすいので、ぜひ皆さんにお勧めしたいものかなというふうに思ってます。今履いてるのは、先日ですね、動画の中でも解説しましたパブリック東京で仕立てたですね、オーダーのデニムスラックスなんですが、これがですね、めちゃくちゃ使いやすくて、個人的にもよく活用しているんですね。まあどのように使うかというと、僕は意外とですね、上に着てるのはこちらはですね、ポロシャツ、ニット系のポロシャツですね。その上にジャケットを着ながらですね、ちょっとこうジャケットスタイルを着崩すような感じで、このようにですね、デニムスラックスを使っていたりします。もちろんですね、今履いてるのはデニムスラックスではあるんですが、リジットデニムでもいいかなと思うんですね。とにかく色落ちのしてないようなクリーンなデニムみたいなものが今は旬ですし、結構大人の男性にも似合いやすいのかなというふうに思っています。まあこのようにですね、足元はインディゴブルーにして、上半身はですね、僕は結構濃い色でまとめることが多いんですね。今は黒のポロシャツにネイビージャケットという形で、基本的には色は全体的に暗めで抑えることで、こういったデニム系のアイテムも意外とですね、大人の男性にも綺麗に見えるかなというふうに思ってます。で、足元に関しては僕は今ローファーを履いてます。こういったデニム系のアイテムに対して結構綺麗めな靴も合いますし、それ以外にもですね、白系のレザースニーカーだとか、あとはブラックレザースニーカーも合うので、靴に関してもですね、結構いろんなものも合いやすいかなと思います。ただちょっとダットシューズみたいなものはなかなか似合いづらいので、まあ綺麗めなスニーカーか、もしくはローファーがいいかなと思うんですが、まあこういった大人っぽい着こなしに着崩し要因としてデニムスラックスだとかリジットデニムがあるとすごく便利なので、ぜひ皆さんもトライをしていただければなというふうに思っています。はい、続いてラスト3点目はですね、今僕が履いているオリーブ系のチノになります。これもまたですね、秋らしい雰囲気が出てくるので、大人の男性が1本持っておくにはですね、便利なアイテムかなというふうに思ってます。僕は基本的にですね、ボトムスブラックだとか、あとはインディゴブルー、こういったところを使うことが多いんですが、まあ、それ以外にもですね、程よくやぼったさがありながらも人との違いが出しやすいようなオリーブ系のパンツも好きなんですね。まあ、最近はですね、こういったオリーブ系のカーゴパンツみたいなものが結構ですね、人気が復活してきているんですね。結構おしゃれ、中級者から上級者の方は割とシルエットのたっぷりとしたようなカーゴパンツをあえて履いてるわけなんですが、結構ですね、それが賛否両論があって、女性からの印象はあんまり良くないんですね。一方で今履いてるようなこういったオリーブ系のチノであれば、そこまでですね、ワイドすぎないので、僕は使い勝手がいいかなというふうに思ってます。今僕が履いてるものは春のですね、グリーンレベルのものなんですが、これはですね、すごく使い勝手が良くて個人的に愛用しています。決して細すぎるシルエットではないんですが、かといってカーゴパンツのように太すぎないようなもの、こういったものがあるとすごく使い勝手がいいかなというふうに思ってます。今僕が上に合わせているのはシャツアウターですね。グレー系のものなんですが、こういったダークグレーとオリーブというのも相性がいいですし、あとはブラックですとかネイビーですとか、そういった濃いものとですね、こういったオリーブ系のパンツを合わせてあげて、足元に関してはこれまた黒系か、もしくは白でパキッとですね、明るさを出してあげるのもいいかなと思うので、なるべくですね、クリーンに見えるようにこういったオリーブのパンツを履いていただくと、人との違いが出しやすいですし、秋らしさというところも表現しやすいかなというふうに思ってます。まあ、ブラウン系のパンツなんかもね、秋っぽくて良かったりするんですが、ちょっとオリーブに比べると使い勝手の方がまだ心配な方も多いかなと思うんですね。まあオリーブだとかカーキという色はですね、おしゃれをちょっと楽しみたいという方にはすごく使い勝手がいいので、このようなパンツもですね、ぜひトライをしていただければなというふうに思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回はですね、大人の男性に似合う秋のボトムスをですね、3本ご紹介させていただきました。まあ、僕の動画の中では割と定番的なものからあまり見たことがない2本というところまで皆さんにご紹介させていただいたんですね。まあもちろんですね、ブラックのスラックスは鉄板として1本は持っておいていただきたいなと思うんですが、今のトレンド感をですね、程よく反映させたようなボトムスも何本か持っておくと、かなりですね、新鮮な気分に
になるかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、様々なお店で試着をしながら検討していただければなと思ってます。まあ、ちなみにですね、今回ご紹介したボトムス、似たようなものをですね、こちらの下の概要欄にリンクを貼っておきますので、よかったらそちらもチェックをしていただければなというふうに思っています。まあ、これからもですね、こちらのチャンネルではメンズファッションの基本をなるべくわかりやすく解説したいなと思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。